待ってましたー、ハイグレードコレクション。これ一箱で24パック入ってるから、もうぶっといのよ、これ。今までのね、15パックの箱がこれなんで、肉厚。これはジューシーの香りが聞こえてきますね。開けていきましょう。正直、欲しいカード多すぎてわからん。何が欲しいか。もう、散らかってます。もうね、一パックがそもそも高いので、これ、うわ、すげえ。分厚すぎてむせました。全体のパックの封入率はどんな感じになってるのか、その辺もね見ていけたらなと思います。まだ買ってなくてどうしようか迷ってる方、この封入率を参考に買うのをね検討していただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ちょっと鼻詰まり、季節の変わり目はちょっとね風邪ひくよね、どうしても。さあ、ハイグレードコレクションですから、その名にふさわしいキラキラのパックになってるのか。マジカルファイアソーブ、これちょっと強いですよね。ジムフィールドの魔法使い族の数まで相手のねレベル6以下のモンスターを破壊できると。シードラゴンナイトノーマル嬉しい、キャモソルジャンも嬉しい、ノーマル。ナリキングレックスは懐かしい。お、ルシュレススーパーレアか。これオーバーラッシュレアもね拝みたいですね。ルシュレスこれも欲しかったんで助かります。スピーディーパフォーマーいいですね。このノーマルの再録はいいですね。ほい、お、エンチャンター嬉しい。これはウルトラか。ファイアストーム、なるほどね。ノーマルもスーパーレア仕様で入ってると。あ、ディフェンスミッション、ロイヤルデモンズガーディアンからの、お、サテライトペガサス、これはありがてえな。アシスタントヒエまだねちょっと夜勤終わってから寝てないので深夜テンションです。あ、来た、これ、ロレ影、影封じのエトランゼ。イラストもさることながら効果もね強いです。お、シクが見えてます。シークレット見ていきましょう。光ということはロイヤルデモンズかなんでしょう。あ、ジャベイビューシク、これは嬉しい。汎用カードのシークレット、これテンション上がるわ。これテンション上がるわ。最近ね光ギャラクシーを結構積極的に使ってるので、ツインクールスターのスーパーレア。ボイドベルグ、モルゲンスタイン、レベル7以上の闇キャラは一ターンに2回攻撃ができる。シンプルに分かりやすくて強い。ボイドベルグカオスマキア、かっこいい。これもね場に出たらねなかなか強力な効果になってるんで羨ましい。僕もねボイドベルグカオスマキアみたいな人生を送ってみたかったところ。お、来た、アービスカイトミラクルガールズ。そう、ちょっとねこの光海流も組みたいので、光海流系のカードも多めに当てたい。エンマのエイロー、エイローからのホイ。お、ジャーメイビューウルトラ来ました。汎用カードはね、いっぱい手に入ったら嬉しいんで、ちょっと鼻詰まりすぎたな。おーっと、シークレット、そして魔法カード。これはですね、ほい、あ、ハーピーズフルドレス、これ再録か。シークで再録は強いな、これ結構。ブレスオブザワイルド。あ、デスドゥームスーパー再録ですね。ひーや、あ、ナリキンのスーパーですね。いいね。あれ、あ、これ、来た。もうこの違和感ね、一発で気づいた。これ多分、この光ギャラクシーのマキシマム、3枚セットだと思います、これ。うわー、やっ、来たこれ3枚セットで揃うのありがてえな。一気に来ました。ロード・オブ・ギャラクティカのスーパーレア。で、しかも、パック固定のね、4枚目のスーパーレア以上も確定と。え、このパック熱っロード・オブ・ギャラクティカね、ちょっと面白い効果がついてるんで、組んでみたいんですよね。オーバーラッシュレアがもし出て、通常モンスターが見えた途端、もうこれ、勝ち組ですね。あ、やばい、この中にはカード1枚残っちゃったんですけど、多分この1枚オーバーラッシュレアですね。すごい、すごくない？奇跡的にこのパックの袋に残った1枚がオーバーラッシュレアっていう。これは来るぞ、でかいのが。ナイトからの、お、出た、マジシャンズエグゼキューターだっけな。キングスグリードのスーパー。さあ、ラスト3パックでオーバーラッシュはね最後に残しておきましょう。この鼻詰まりをね一発で直すようなオーバーラッシュ、もうブラックマジシャンしかないでしょう。レモンズグランジのスーパー。あ、まだ、シクありましたね。ほい。ナリギンゴブリンのシク。はい。アビスカイト、バイオレートヘイロー。アビスカイト系の魔法カード全然来てないですね。本当にラスト1枚残ったカードね。たまたまオーバーラッシュで、こんなん絞るしかないでしょう。恒例行事に絞りいきます。これ通常モンスターの枠見えたらね、勝ち、マジで。いきますよ。なんだ？お？待って、ちょっとね、これね、いつもね、カメラ越しに見てると若干わかんないんですけど、効果モンスターっぽいか、これ。効果モンスターだとしたら、ルシュレスが欲しい。ん、これは、え、ガチ予想すると、ボイドベルグカオスマキア。じゃねえや。あれ、効果モンスターじゃなくてフュージョンモンスターだ。え、なんだ、ちょっとわかんないっすね。焦ったー。もう闇のオーバーラッシュってもうブラマジしかないやんって思ったけど、あいつがいましたね、ここに。そう。
エグゼキューターでしょう。エグゼキューターお話しゅー、かっこいい。いいですね。闇魔法使いもまだまだいけます。まだ強くなります。オーバーラッシュレア堪能タイム入ります。うお、この反射具合がたまんねんだ。うわ、これはバーが揃ったらタル爆弾だ。いやー、素晴らしいですね。エグゼキューターのオーバーラッシュレアが出ました。これね、追い箱したいんですけど、まあ一箱が高いの高いの。確かね、これ5800円とかするんですよ、定価。高えっつってちょっとね、僕みたいな一般市民には手の届きにくいパックになってる。これ24パックで正解ですね。これ30パックいったら7000円ぐらいいくと思うんで、ちょっと高すぎるんで、追い箱は次回、追い箱ギフライターともシス